こんにちは、本間修です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今日はですね、ここにあるように、意外なほど皆様からの、要望が多かった、リードナイフの研ぎ方について、僕の、説明できる範囲で皆様と情報を、共有したいなと思って、この動画を撮りました。皆さん、リードナイフ、きちんと研いでいらっしゃいますか？そしてリードナイフがきちんと研げていることの重要さ、皆さんは気づいていらっしゃいますでしょうか？リードナイフが研げているのはすっごく大事でして、リードの仕上がりに影響します。リードの仕上がりにも影響するし、リードが仕上がるまでの、時間あるいは日数にもものすごく影響します。発音の正確さとかにもものすごく影響するので、リード作りライフに多大な影響を与えるのがナイフの研げ具合なわけなんですけれども、ナイフが研げていないとどういう問題が起きるかっていうとですね、研げていないということは、ナイフがこう木の上をね、こう擦っていっても、ちゃんと引っかからず、ちゃんと取っていってくれないわけですよね。で、そういうナイフでリードをね、何度も何度もこうやって削っていくと、当然、材の上を通る回数が増えるし、押す力が増してしまいますよね。こうグイグイグリグリ何度も何度も繰り返してこうやってやるわけですよ。そうなるとどうなるか。材料が潰れていくんですよね。中にこう繊維とかね、小さなこう空間というか空気みたいなこう穴みたいなのが開いてるわけじゃないですか。木ですから。でそれを何度も何度もね、ナイフで繰り返してこう擦っていくと潰れてしまうんですよ。で、それがどう問題かっていうと、潰れていけば潰れていくほど、どん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 ナイフがその木を取れなくなってしまうんですよ。となると、最終的にどうなるかっていうと、なんか、削る場所もうないぐらいなんか薄っぺらく見えるのに、いざ吹いてみると、ものすごく硬くて重いなっていうようなリードが仕上がってしまうんですよね。皆さんも経験あると思います、そういうリード。なんだろう、これこんなになんか薄くなってるのになんでこんなに重いんだろうっていうようなリードありますよね。それは潰れてしまっているので、本当はお肉、その木のお肉はまだまだたくさんあるんだけど、もう潰れて平べったくなってしまっているから、もう削れないんですよ。っていう状態のリードになってしまうわけです。それがやっぱり一番避けるべきことであって、リードもやっぱりこう、よく研げてるナイフで、さっとこう、サクッとこう、無駄なく、よどみなく材料が、こう削れていくっていうのが、やっぱ仕上がりにとっても影響を与えるわけですね。はい。ということで大事さが、分かってもらえたところで、今日は、研ぎ方について僕のできる範囲でデモンストレーションをしたいなと思うんですが、ですね、はじめに、皆さんお詫びというか、懺悔をしておくと、僕はそんなにナイフこれ研ぐの上手じゃないし、そんなに分かっていないです。もっと分かっていらっしゃるオーボエ奏者の方は世の中にすっごいたくさんいらっしゃると思うんですが、あんまりそういうことをね、ご自分でこう、やり方をね、こうやって僕がやってるみたいにネットで発信したり、こう、人に説明したりっていう方があまり残念ながらいらっしゃらない。ということで、僕が分からないなりに、僕の指定範囲をお話ししようということでして、本当はもっともっとこの動画をね、見ていらっしゃる方とかで、僕よりも詳しい方、僕よりも研ぐのが上手な方はたくさんいらっしゃると思います。で、もしそういう方はですね、ぜひその皆様のために、ね、ネットで書くなり、ブログで書くなり、ツイッターで書くなり、YouTube で僕みたいに動画を出すなり、なんかこう、ナイフの研ぎ方をね、僕の代わりにもっといい説明をしてくださったら嬉しいなと思っています。なので、僕のは、大体のスタートラインの話だと思ってください。大体こんな感じだよ、ぐらいの説明です。はい。ということで、ちょっと説明したいんですけれども、まずはじゃあ、道具の話からしましょう。ですね、僕が持っている砥石は、シャプトンの歯の黒幕という、シリーズなんですけれども、これね、砥石のことを調べたことがある人は、絶対に知らない人はいないっていうような、すごくオーソドックスでよくある、砥石ですけれども、だけどすごくクオリティが良い、その普遍的なベーシックなラインの砥石です。で、その、刃物にすごく詳しくて、極めている方でも、このね、この刃の黒幕が結局一番使いやすいよね、一番いいと思うよって、こういうのが一番いいんだよっていうような、そういうなんていうんだろう、
ものです。ここに4つありますね。で、4つあるのは何かっていうと、その砥石の目の粗さが違います。ザラザラしてるものと、ほとんどツルツルなものに分かれているわけですけれども、1種類じゃダメなんですよ、やっぱり。大まかにざっと、最初のスタートラインを作ってくれるものがあり、だんだん細かくしていって、だんだん刃の先を繊細にしていくっていうのが研ぐという行為なので、一種類安いのを一個買えばいいというものではないですね。で、ここにあるのは、2000番の、グリーン。2000番と、それからエンジスーパーっていう、6000番。それから、これが、なんだっけな、メロンスーパーって名前のメロン色スーパーの、これが8000番。そして、ここにあるのが、12000番です。でですね、こういうふうに洗い物から順番に段階を踏んで研いでいくというのが、プロセスになります。そして、これが実は大変重要なんですけれども、これが、同じくシャプトンの、ガラス修正器。という名前のものでして、これは砥石を研ぐためのものです。砥石を平らにするための、道具なんですけれども、ここにあるものの中で一番高いのはこれです。この4個分と同じぐらいの金額します。はい。これがだけどないとダメでして、やっぱりその、僕みたいな、そのね、研ぐの下手であれば下手であるほど、この砥石がずっと常に平らな状態であるっていうことが大事なんですね。で、ナイフ、この、砥石ってナイフこうやって何度もこうやってやってればやってるほど、本当に一回やるだけでこう、まあ、目には見えない程度にですけど、こう、内側がね、真ん中、中央部分が凹んでいってしまうんですよ。で、その凹んでいった状態でナイフを何度もやっていくと、ナイフがまたね、こう、刃先が丸っこくなってしまうわけですよ。で、それすごくロスっていうかもったいないので、頻繁にこれで、こうやって擦って、平らにしながら、研ぐという行為を進めていきます。で、これいずれも、シャプトン、アマゾンとかでも買えます。で、このガラス修正器は多分シャプトンに直接注文すれば買えるかなっていう感じ。確かこれ2万円台か3万円台か。これが一番高い。けど、絶対にこれセットで買ってほしいですね。で、これ全部揃えると多分相当な金額になると思うんですけど、これはいらないですね。12000番は別になくても、リードナイフぐらいだったら必要ないんじゃないかっていう。気がします。ちょっと宝の持ち腐れと言ってもいいかなっていうような感じです。ただこの2000、6000、8000は揃えた方がいいかなと。あるいは8000はいらないから12000買ったらいいのかなっていうふうに僕は思います、うん。さあ、そんなところで道具の説明はこれでおしまいですが、では早速リードを研いでみたいと思いますけれども、まずは砥石をですね、水につける必要があります。ということで、ここに水の入れる、バケツというか、のような、桶のようなものがありますけれども、ここに水を入れていくんですけど、見てください、これ、3つもありますね。これなんででしょうか？わかりますか？砥石ごとに、この水を入れる入れ物自体も、変えていて、絶対に一緒にならない。絶対に間違えて入れないようにしなければいけないんです。なぜかというと、この砥石の粉自体に、ね、その、研磨する、効果があるわけですから、この細かさの砥石と、この細かさの砥石が混ざっちゃいけないんですよ、お互いに。絶対に。で、混ざったらもう本当に、細かい人は、一度でも混ざったら、もうその砥石終わりだっていう人もいるぐらい。すごく繊細な話で、絶対にこの研いだ、水が絶対に混ざらないように、絶対に気をつけなきゃいけないですね。ということは、研いで、これで研いだ後、次のこっちに移るときに、ナイフもしっかり洗って、しっかり、その、粒子を落としてから、次の砥石に行くっていうのが大事です。はい。ということで、まず水を入れていきましょう。さあ、この桶にですね、水を入れまして、この中に、砥石を入れて、つけております。でですね、この砥石を水に浸す、水を染み込ませる、という作業、必要な砥石もあれば、必要ない砥石もあるし、たくさん長時間やった方がいい砥石もあれば、これみたいに5分程度のものもあります。はい。これはまずは5分ぐらいつけて待っておく
というのが大事ですね。それ以上つけるのも良くないし、それよりも短い時間でさっさとやり始めるのもあんまり良くないということになりますね。では早速研ぎに入りたいと思いますが、まず、この砥石をですね、これがまず平ら、しっかり平らであるということが大事という話をしましたが、これをこのガラス修正器で平らにするんですが、ここのね、この砥石に鉛筆でこうやって線を入れていきます。ちょっと斜めな感じで、で今度反対側、細かければ細かいほど丁寧ですね。こんな感じで入れていきまして、でこうやってやって、でこれがこのガラス修正器でこう上からね、こうやってこすっていくわけですけれども、ちょっと見ててくださいね。まずこう、普通に上下、まっすぐ上下でやったら、このこっちの頂点とこっちの頂点でこうやってこすります。そしてこっちの頂点とこっちの頂点でこうやってっていうフェーズをずっと繰り返す。でちょっと途中でやめてみましょうか。ほら見てください、これ全部の面を同じでやってたはずなのに、ここだけ残ってるの分かりますか。つまりどういうことでしょうか。ここは薄くなってるってことなんですよ。というかここがね、ここは乗っかったのに、ここにはちゃんとこの砥石の修正器が乗っからなかったっていうことなんですよね。つまりここがたくさん削れちゃってるわけです。なので全部の面が同時にこの鉛筆の跡が消えるまで繰り返す。でそれでこう全部の面が一発で同時に消えたら平らになってるという証拠になるわけです。ということでもう一回繰り返しますね。もう一回鉛筆で線を引きます。もう一回いきますよ。ちょっと見せます。全部の面が取れました。綺麗になりましたね。これ僕頻繁にやってるからこれだけの短時間で平らにできましたけど、ずっと平らにね、これをやってない砥石だったらもっともっと時間かかります。何十分もかかると思います。だから頻繁にやるのが大事で、これで無事、ない、砥石が平らになりました。そしたらナイフを研いでいくわけですけど、ちょっとこう水をつけて丁寧で、まずこのナイフの、ね、完全に平たい面とこのカクッとなってる面がありますよね。こっちが背中、こっちが腹だったと思います。で背中をやるのがメインなのがナイフの研ぎです。でこのこっち側のに合わせてこのピタッとこう面で合わされますよね。この乗せるとこの面で全体がしっかりピタッと乗ってるっていうのを感じながら研いでいくっていうのがすごい大事なことです。で往々にして、僕も未だにそうなんですけど、この押さえる力が均等じゃなかったり、このこっちの持ち手に力が入っているとこっちばっかり乗っちゃったり、こっちばっかり乗ったり、ここばっかり乗っちゃったりするんですね。でそれをそうしないように余計な力はいらないです。でここのこれを持つ力があんまり強くない、これも添えて前後に動かすためだけの軽い力で、こっちもなるべく前面にこうしっかり乗るように、この刃の端から端まで同じ力がかかるような持ち方をするっていうのが大事。で僕下手なんで、ちょっともしかしたら詳しい方が見たらツッコミがたくさんあるかもしれないですが、許してください、はい、でこれでまずこう前後に普通にやっていくわけですが、ここでもう一つ
ポイントがありまして、今僕自分の体に対してまっすぐ前に乗せていますよね。この当然これが正しそうに見えるじゃないですか。だけど全員が全員これでまっすぐ遂げるわけではないですね。あの紙に文字を書くときにどうやっても字が斜めに上がっていっちゃう人っていますよね。僕もそうなんですけど、でそうかと思えば普通にまっすぐ目の前に紙を置いて真横に書ける人いますよね。あれって字書くのが上手いか下手かとじゃないんですよ。あれ全然違くて、あれ生まれつき骨格で決まってるんですね。あのフォーサンス理論とかでもあの関係あると思うんですけど、僕は B2 タイプなので斜めに字が上がっていっちゃうんですよ絶対に。でどうするかっていうと、紙をこういう風に置いてこうやって書くとまっすぐ書くことができます。それはなんかね、悩む必要ないんですよ。その書くのが下手っていう話じゃないんですよ、あれって。そういう骨格なんですよ。で、優劣とかでもないんですよね。その、何かが得意だと何かが苦手で、で、それが苦手な人は何かが得意なんですよ。という、まあ、ちょっと余談なんですけど、だから僕も、砥石研ぐとき、真正面にこうやって置くんじゃなくて、ちょっとこうしてあげた方が、あの、結果的に、自分が、なんていうんですか、こう、自然な力で、あの、ナイフを運んで、それが、この砥石にとってまっすぐになるんですね。なので皆さんこれ絶対にこうじゃなきゃいけないわけじゃないです。ちょっと皆さん自分で工夫してみてくださいね。将来的にはこれが正しい人もいればこれがいい人もいます。で僕はこれでやりたいと、斜めでやりたいと思います。はい。でこうスーッとね、あんまり力入れない。でこうやって研いでいくと、このほらね、出てきましたよね、このカスみたいなの。これ、あの、大事なんですよ。これ、すぐに流しちゃうともったいない。これがあるから、あの、歯が、あの、研げるんです。で、こうやって、研いでいきます。で、あんまりね、スピーディーにやる人もね、ゆっくりやるのもちょっとあれなんですけど、あんまりスピーディーなんですよね。あの、こうやってやってるときに、この歯の面がしっかり全部ちゃんと乗ってるなっていうのを、指先で感じるっていうことが、一番大事だと思います。それから、で前方方向に押す力、そして引く力、これどっちをメインにするかっていうのも見ていらっしゃるあなた自身でいろいろ自分で探求しながら培ってほしいです。この引く力メインでやる人もいれば、押す力メインでやる人もいます。で大体僕の習ったセオリーだと、背と腹を3対1くらいの割合で回数をやっていくのがいいというふうに僕は習いました。なんですけど、実際にその通りにやっても全然ねうまくいかないんですよ、僕は下手くそだから。うん。でもだからそのね、こっちを研ぐことによって、このこっち側に向かって返しっていうのがついてくるんですよ。ベリッとあのね、で出てきて、でその出てきたのを今度その鳴らすということによって、歯っていうのはこう、尖るっていうのが、あの、理屈っていうか、あの、そういうものなんですね。なので、これを、だからこうやってしばらくやって、人によっては、その回数じゃなくって、こうやってずーっとやってって、こうやって触ってみたら、腹側を触ってみたときに、あの、返しがついてるなって感じるまでやるという人もいます。そう。で、返しがついてるなと思ったら、今度このこっち側で、こうやって。やっていくというふうに言っている人もいます。はい。理屈はわかるんですが、僕ははっきり言って全然うまくない、いつまで経ってもうまくならないですね。はい。でもあのやり方自体、僕の言っているやり方自体はあの間違ってはいないはずです。あのみんながそう言っているの話なので、うん、そう。ちなみにこれ見ていらっしゃる方で、僕のやり方のどこが下手なのか分かる方いらっしゃったら、ぜひコメントで書いてほしいですね。あの僕も上手くなりたいので、詳しい方いらっしゃったら、僕がなぜナイフ研ぐのが下手なのか教えてほしいです。そう。でまあちょっとね、返しがね全然ついてる気がしないんですよね、正直。でまあちょっと先に進みましょうか、皆さんのためにね。で今度じゃ腹側で、これもやっぱりしっかり置いてグッと押したりとか、こっちでグッて握ったりしない。そう、これで、で、あんまりね、こう手応えがなくても焦らないっていうのが大事だと思いますね。あれ、なんか全然研げてる気がしないな、みたいな思って、余計なことすると、ナイフと砥石に
いや違うんだよな、君は全然わかってないなって言われちゃうんですよ。俺たち二人に任せてくれよ、君はただ動かせてればいいだけなんだよって言われてるような気がします。余計なことしない、自分の自我を入れないっていうの大事です。で、この作業を全部の砥石で繰り返すという、ただそれだけのことなんですね。で、これ入れますね。で、次の砥石に行くときに必ずナイフはしっかり毎回洗う。しっかり洗って、そしてこのガラス修正器は全部の砥石で使うわけなので、もう本当に丁寧に丁寧に洗って歯ブラシでこう落とす。歯ブラシでこの粒子を落とす。しっかり落として、で、次の砥石に行く。という、まあ、大変めんどくさい。だけど、これが丁寧で、一番まあ、手っ取り早く確実な方法です。5000番でも同様に、ガラス修正器で、こうやって、平らにします。大事なのは自我を入れないこと。あれなんかここ溶けてないんじゃないのって見た目的に思っても気にしない。砥石に任せる。自我を入れない。余計なことしない。ただ無心で力を抜いて、ただ考えるべきことは歯全面がしっかり同じ力で押し付けることなくちゃんとぴったり乗って砥石の上を滑っているかどうか。そのことしか考える必要はないです。余計なことしない、余計なことしない、余計なことしない。で、やると、ちょっと返しがいい感じにつきましたね、今。うん、自我を入れない。そう。どんな、こんな感じで、これを今5000、次8000、そして1万2000。粒子が、互いの粒子が混ざり合わないことをずっと気をつけながら、最後までこれを繰り返すというだけです。だけと言いつつ、僕は全然上手になりませんが、まあ、やり方としては皆さんこのまんま、この通りやってもらえればいいと思います。うん。皆さんがやりながら、研究してほしいし、リードナイフの研ぎ方の動画だけじゃなく、いろんなナイフや包丁の研ぎ方の動画を皆さん、各自で、YouTube とかで見て、参考にして、ちょっとずつ皆さん上手になってください。それから最後に、とても気をつけてほしいことがもう一点ありまして、この研いだ後のこのシミみたいな汚れありますよね。これを普通の服と一緒に洗濯機で洗わ、絶対に洗わないように気をつけてくださいね。で、もうクリーニングしても絶対落ちないようなシミになっちゃうので、本当に気をつけてください。だから例えばこのタオルは、もうこの研ぐという作業のためだけのタオルで、これはもう洗濯しないです。もうずっとこのまま使って、もうこれは使い捨てのつもりで使ってるタオルです。絶対洗わない。洗濯機に入れない。研いだこの研ぎ汁は本当に危険なので、気をつけてください。これ最後の注意点ですかね。はい。ということで、僕の説明できる範囲で、拙いながらに、研ぎ方について説明させていただきました。楽しく上手に拭きたければリードナイフが溶けているのがとても大事です。でもそれと同時に忘れてはいけないのは、我々は演奏をするのが目的、人に演奏を聴いてもらうのが目的なので、ここの、ね、道具を何を揃えるとか、リードナイフをどうするとか、そこにばっかりこだわったり、それを楽しんでしまうのは本末転倒なので、楽器の練習も忘れないようにしてくださいね。ということで、今日も、動画をご覧いただきありがとうございました。